皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。なでしこジャパン、日本女子代表の一員としてパリ五輪に出場した DF 北川光は、8月19日にスウェーデン女子一部 BK ヘッケン FF への移籍が決まった。9月7日にホームデビューを飾った際の写真を Instagram に投稿すると、なでしこジャパンの MF 長谷川優衣、マンチェスターシティからツッコミが入っている。写真 ひかる、長谷川優衣が、珍しくちょっと可愛くないと突っ込んだまぶしい中での試合ショット。JFA アカデミー福島から浦和レッズレディース、アルビレックス新潟レディース、アイナック神戸レオネッサでプレーをした北川は今回、海外移籍を前提にアイナック神戸を退団。8月19日にスウェーデン一部 BK ヘッケン FF への移籍が発表された。 パリ五輪のグループリーグ第3戦ナイジェリア戦では、その左足から鮮やかな直接フリーキック、FK、弾ンをマークした北川。8月26日の第16節 FC ローゼンボード戦、1から0でスウェーデンデビューを飾り、9月7日のリーグ第18節アイクフットボール戦が移籍後初のホームゲームとなった。北川はスタメン出場で後半18分までプレーし、チームも4対0で快勝。 その中でインスタグラムに、初めてのホームゲーム、勝てて嬉しいです、応援ありがとうございましたとつづり、計5枚の写真をアップした。北川がエスコートキッズとピッチインする様子やチームの集合写真、試合後の喜びのカットなどが並んだ中、なでしこジャパン MF 長谷川が反応したのが試合中の1枚で、北川の代名詞ともいえる笑顔ではなく、真顔な表情となっている。 あら3枚目珍しくちょっと可愛くないね長谷川の一言に北川もすかさず言い方オブラートがすごい眩しかったの笑と反応していたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう